はい、ライフナビゲーターの桑田和子です。今日も少しだけライブ配信をしていこうと思います。今日は11月3日文化の日ですけれども、私は株式会社パンダ堂様の、設立3年目に入るというあのパーティーに参加させていただきました。私はですね、今の仕事を始める前は、いろんなことやってきたんですけれども、こう個人の趣味というか、マニアックに西洋占星術をずっとやってきまして、でその後人の心理っていうもの、人の個性を知るという意味でいろんな強み発掘のことを勉強したりとか、あと強みだけではなく人間っていうのはどういうふうにして、心理が構造化されているのかっていうので構造心理学を勉強したりとかしてきたんですね。でなんかこう自分の中で感覚的に分かる、こう体感覚で分かるとか、なんかあのちょっとなんかこう不整合があるんじゃないかなとか、あれこっちはなんかちょっと違うんじゃないかなとか、あるいはあそれはそうだみたいなのがね、こう感覚的に分かるんだけれども、それがうまく説明できなくて、それは何なんだっていうのを探っていくのに、占星術を勉強したりとか、やってきて、で構造心理学を学んでいく中で、あだからそうだったのかっていう、こうなんか謎解きのようにね、こうあの理論的に解明できるっていうものがあって、感覚的になんとなくふわっと感じている、ふわっとじゃないけど確かにこうだって感じているところが、なんかこうあこれだよっていうのが、その構造心理学とかで、エスモーズの理論などを知ることによってこう解明できていったっていうのがあったんですけれども、その後ですね、今から 2年前かな、2017年の3月から、2019年の3月、約2年間ちょうど2年間ですね、パンダさんこと半田陽光さんのもとで弟子活動ということで、パンダ一門というので修行をさせていただきました。その中でですね、そのエスモーズの方は理論系というかね、論理とかそういう系なんですけれども、感覚系ですよね。感覚系をどう磨いていくのかっていうのね、なんかふわっと強みでやっていた、なんとなくやっていたところをもっとこうもっともっと精度を上げていくっていうことを、どういうふうにやっていったらいいのかっていうのはね、すごく学ばせていただきました。で、今回その株式会社パンダ堂さんの、3年目に入る記念のパーティーということで参加させていただいたんですけれども、いやもう本当にさすがのパンダさんの太っ腹みたいな感じで、いろんなお土産とか設定とかしていただいたりとかあって、ちょっと紹介しようかな。お土産にいただきましたダイエットゴフダイエットゴフね、5枚入っておりまして、使い方はね先ほど事務局から PDF で送っていただいたので、それについてはちょっとご説明はここではできないんですけれども、いろんな細かい使い方とかがあるダイエットゴフということでいただきました。ちょっとこれも私持ってるだけですごい、わーって言葉にならない、すごい来るんですけど、痩せたい人、体重を落としたい人にはそういうそれなりの、でもっとアップしたい人、なんかもともと痩せ型でちゃんとつくとこ、つけるところにはつけて、ボンキュッポンみたいにしたい方には、それなりのっていうような使い方があるということでですね。そういうのいただいたりですね。あとは、パンダさんがね、世界各地でいろんな旅をされてきている中で、こう写真をたくさん撮ってこられていて、それのですね、写真を、私は1枚いただいたんですけれども、こちらです。こちらはですね、バリ島のなんとかっていうところの写真なんですけれども、とても素敵な写真で、ちょっとまた額に入れて飾ろうかなと思っています。なんか見えない方たちもいっぱいたくさんいらっしゃりそうな感じですよね、はい、そしてですね、今回はまた本当にお土産たくさんあったんですけど、私はねこの水引きのピアスをいただきました。なんか選べてイヤリングとか、あとチャームとか選べたんですけど、私は水引きのピアスをいただきまして、でこちらに設定をしてくださるということでね、同じテーブルの方たちみんなすごい悩んでね、何を設定してもらおうみたいな、なんか豊かさとかこう具体的にいろいろこういうこと、仕事のこととかいろいろ言われてたんですけど、私何設定していただこうかなと思って、ちょっとこう並んで
言って、じゃあ和子さんどうしましょうみたいな、いや肩甲骨がよく動くようにしてくださいみたいな、はみたいな感じで言われたんですけど、あの体がね動くっていうのが、私の場合は非常にこの自分がの状態がどうかっていうのの目安になるっていうのがあってですね、あの動きにくいんですかって聞かれて、あの、まあ、ヨガに行ってるんですけどね、最近ちょっとね左のなんか肩動かした時になんか変なんですよね、調子がちょっと良くなくて、まあ、だからもうその肩甲骨がよく動いて、まあ、そしてぐっすり眠れるようにしていただきたいなと思って言ってお願いしたらですね、なんかこういろいろやってくださって、この辺りになんか2本刺さってましたとか言われて撮っていただきました。本当にあのすっきりこれからいけるんじゃないかと思います。はい、ということで、まあ、すごいあのビュッフェ形式でとっても美味しいお料理たくさんいただきまして、その後もなんか、あ、そうそう、じゃんけん大会とかでいろんなものが当たった方もいらっしゃいましたね。本当に本当に太っ腹な、毎回毎回パンダさんは本当に素晴らしい、なんか皆さんへとできることを、その時できることを全部やりますみたいな感じでね、いらっしゃったんですけど、大体出席者が50名ぐらいいらっしゃったんじゃないかなと思います。で、今日まあご都合悪かった方なんかがあのお花をね、あの届けてらっしゃりと、らっしゃったりとかしました。で、そうですね、私本当にこのエスモーズ理論とそのパンダ式のエネルギーワークとか感覚のこととかをね勉強してですね、分かるっていうこと、あの理解の方の分かると、この感じて分かるっていう、まあ、両方向がありますよね。二神の両方向があるんですけれども、それぞれがやっぱり両方ともをしっかりとやっていく必要があるなっていうことを、まあ、常々思っていてですね、でそれも軽く浅くじゃなくて、より深く、例えば知識とか情報方面だったら理論とかいろんな情報をたくさん得ていくことによって、より広い知識情報、そしてより深く知っていくことができる、まあ、いろんな分野に関して、広く浅くじゃなくて広く深く知っていくっていうことをね、やっていくと、なんていうのかな、こう新しい物事を聞いた時にすぐに、あ、分かったっていうふうにやるんじゃなくって、あ、なんかこの部分は分かるけどこの部分まだ分からないな、よし、もっと知っていこうね、あの基本的にそう簡単には分からない、ね、宇宙には分からないことだらけ、宇宙は分からないことだらけで、そう簡単 に一個の人間の私ごときがそう簡単に分かるもんじゃないっていう前提でですね、まあ、いろんなことを知っていくと、まだまだこんなに知らないことがある、だけどもっと知っていきたいみたいなね、そういう、まあ、知識欲とか向上心とか、そこからどんどん知っていくことができますね。まあ、科学者の方とか本当にそうだと思うんですけれども、ああ分かったって発見したと思っても、本当にそうなのか、本当にそうなのか、なんか実験を繰り返して、本当にそうなのかっていうのをまあ調べていきますよね。それがまあ私が感じる正しいあり方じゃないかなと思っていて、まあ、薄い浅い知識で自分が持ってる、まあ、狭い知覚の中で聞いたことを、あ、分かった分かった、あれと一緒でしょみたいにやってしまうと、なかなかそこから広がらないし深まらないし、確率的な角度も上がらないんですね。で、同じように感じる方も、もともと、いろんなことを感じる力があります。直感力ありますとか、感受性が高いですとか、まあ、何かが見えますとかっていう人も、まあ、感じるから見えるから、それがこれが正しいんですってやっちゃうと、なかなかね、やっぱりこう確率、角度が上がらないんですね。角度とか精度が上がらないので、やっぱりそこもこう疑問形を持ちながら、本当にそうなのか、より細かく見ていくには、よりメモリを細かくしていくには、どういうふうにしていったらいいのかっていうのをね、やっていかれるといいんじゃないかなっていうふうに思います。まあ、今日はそういうわけで、あの株式会社パンダ堂さんの、3周年ではなくて、3年目に入る記念のパーティーに参加してきました。いや、なんかすごい楽しかったですね。本当に楽しかったし、あのやっぱり全国からねいらっしゃっていたので、お客様たちいらっしゃっていて、もう久しぶりにお会いする方々もたくさんいらっしゃって、なんかお話できたりとか、あとパーティー終わった後にも何人かとお茶をして、そこでいろんな話をしたりとかして、やっぱりこう狭い視点で狭い視点
点じゃない、狭い視野でこう目の前のことだけ見てこうだってするんじゃなくて、ちょっとなんか引いたところから人生全体を考えながら、じゃあどういうふうに進んでいきたいのかっていうのをね、考えるっていうのは非常に大事なんじゃないかなって改めて思いましたね。はい、あ、三輪ゆかりさん、美しい謙虚さですね。はい、そうですね。いや、まあ、今日は本当楽しかったですね。またそうですね、この本当に両方をやっていくとか、そこをまた深めていくとかっていうふうにやってる人って少ないですけれども、やっぱりやっていくとね、世界が広がって見えますし、楽しいですので、ぜひ皆さんも意識してやってみられるといいんじゃないかと思います。私はこれ設定していただいたピアスで肩甲骨がよく動くようになるのか、ちょっとやっていきたいと思います。あとはダイエット5分ですね。ダイエット5分で使い方とか教えていただいたので、ちょっとやってみようかなと思います。はい、それでは今日はこれで終わります。